最近お家はどうですか？いやもう部屋をきれいに保つコツがありましたら教えてください。きれいですか？本当に今はもういつでも来てください。本当ですか？ウェルカムトゥーようこそ江口パークですよ、もう。番組で来る？まあ音声だけなら全然ね。いやいや、どこに住んでるからバレない。生配信はしないっすよ。なんで生配信や。ちょっと生配信やめて。まあ、メイクは入れてあげるから。いやいやいや、そういう問題じゃないです。そういう問題じゃないですよ。スタッフ全員で行きます。入るかな。入らないですよそんなに。で、あのクライアントミクチャサイドの一番偉い人を江口のお風呂に入れます。やだやだちょっと西山幸太郎が入ったでおなじみのお風呂に入れます。なんで西山幸太郎くん入ったんだろう。よくわかんないんだよ。幸太郎くんが本当にわかんなくてね。まあね、公開録音ゲストで来てくださいますけれども、僕の引っ越ししたてですよ、まさに。遊びに来て、綺麗な部屋ですね、パイセンとか言って、うん。で、しばらくいたら、じゃあそろそろ帰りたいと思うんで、お風呂入っていいですかとか言って。なんでよ。トリッキーなんだよな。なんで帰るからお風呂に入るのか意味わかんないみたい。いや、ちょっと入りたくてって言って。よくわかんないんだよな。なんでだろうね。帰るときに風呂入るの。最後の思い出みたいな。マーキングかな。まあそうですね。あの、引っ越したての部屋の風呂に入りたかったんでしょうね。危ういしそうだな、ね。危ないやつなんですけど、ね。最近ペットボトル捨ててますか？捨ててます。捨ててますよ、本当に。本当ですか？はい。まあ、捨ててるって言っても、その、5リットルぐらいの、袋の中にもうぶち込んで、ね、はいはいはい、そして置いてあるって感じですね。で、パンパンになったら捨てる。みたいな感じなんで。なるほどね。45でかくですか？まあまあパンパンに入りますね。だから結構な。マンションのペットボトル置き場もう一人で占有するんじゃないですか、それ。ごめんなさいって言いながらね。ガシャ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 って。たまるたまるってなりますけれども。だから最近はちゃんと、一回一回、袋に入れる癖をつけようっていう、大人になったんだ。あ、もう置きっぱりしないと。一旦台所のあのなんか料理するスペースにこう重ねない。並べておいてってのやんないで、はい、すぐしまう。そう、すぐ捨てる。すぐ、ちょっと残ってたら捨てて、空にして、水洗いして、捨てるって。なるほどね。もう大人ですよ。うん、普通ですね。ようやくそのシステム、自分の中に腑に落ちてきたんで、いや、この調子で頑張りたいなと思いますけれどもね。豆に捨てるがコツだそうです。はい、もう一枚。